犬山幼稚園アイキッズです。3年前から認定こども園になりました。基本的にはそれぞれの子どもが毎日楽しく、明日も先生に会いたい、お友達に会いたいっていう気持ちが出てくるような保育に心がけています。いただきます。ありがとう。つむちゃん、スカートの子、そうそうそう、心優しい先生がたくさんいて、毎日毎日楽しく自分らしく過ごしているところが特徴だと思います。子どもの城保育園の園長の斉藤です。この施設では満2歳から小学校に入るまでのお子さんをお預かりしています。ありがとう。子どもたちが持っている能力をたくさん発揮するためには、やっぱりいろんな経験がないとダメだと思ってます。とても便利な世の中ですけども、その便利すぎて能力を発揮できなくなっているのかなという時代だと思いますので、走ったり歌ったり踊ったりすることで子どもたちの能力を伸ばして、長所をどんどん伸ばすことによって欠点も補っていく、そんな形で大きくして小学校に送っていけたらなというふうに思っています。横から取っていい、横からこう取っていい、練習あるの、はい、どこ来ちゃった、いいんだよ、少しまっすぐできたらな、おい、はい、手に力、手に力、次も頑張ってよ。こちら中川児童センターは木に囲まれた自然豊かな恵まれた環境の中に立っております。その豊かな環境の中で子どもたちは毎日のびのびと活動しております。園舎も木造りでほっとする空間となっております。児童センターの子どもたちは人との関わりを大切にして、思いやりの気持ちを持ったり、さまざまな体験を通して自然に親しみ元気に遊んでおります。上根山市立南保育園は消防署の向かい、市民公園のすぐ隣にあります。園庭も広く、とても自然環境に恵まれています。プールも大きく、夏は子どもたちが水遊びを思う存分楽しんでいます。この恵まれた自然環境を生かして、各年齢の興味や関心に合わせた遊びを取り入れ、健康な心と体を作り、一人一人が自分の個性を発揮できるような保育を目指しています。一人一人の個性を発揮するために、保育士や友達との関わりの中でいろいろな表現力を身につけることが大事と考え、各年齢の発達に合わせて表現活動を楽しんでいます。上根山愛保育園では、周辺の環境を生かした自然散策や原っぱでの外遊び、畑での栽培活動、音楽活動を大事にした保育を行っています。畑での栽培活動には、
0歳児から全園児が関わるようにしています。その中でさまざまな発見や気づきを引き出し、考えたり工夫したりしながら、みんなで一緒にワクワクする経験をたくさん積ませたいと思っています。白鷺保育園は三吉山のふもと、閑静な住宅街の中にあります。木のぬくもりを感じさせる園舎、広い園庭、カラフルな遊具、そして2つの砂場と子どもたちの優しい気持ちを育む環境になっております。春は桜の花見などの散歩や親子遠足、夏は天気の良い日はプールに入り、水と仲良しになります。手作りの給食、おやつで食欲もりもり、お友達と楽しんで食事します。みんなで畑作りも楽しみますよ。明るい笑顔いっぱいの優しいお兄さんお姉さんが待っています。柏木幼稚園の教育方針というのは、子どもたちが将来大人になった時に自分の力でこう世の中を生きていけるっていうイメージを持って、じゃあそれに対して何が必要っていうことで幼児教育をしましょうっていうのが最大の目標です。山ってすごく自然ってすごく豊かなとこじゃないですか。だとその自然を最大限に利用しましょうということで、山に行ったりとか大平に行ったり蔵王に行ったり、上山の山周りの山を巡ったりしながら、自分で頑張る、みんなで頑張る、で頑張ると達成したものが目的が入るんだということなどで体験をしながらやっております。